I love the music. I love the variety. I like how they do the variety. Radio. Lakeside FM station. This is Charge. Charge.FMC がいいラジオチャージ、パイセンこと杉浦直哉がお送りしています。さあ、この時間は、音楽のお時間、B フラットインフォメーションということで、浜松にあるライブハウス、B フラットの店長、カジさんにおすすめのライブ紹介してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はスタジオが賑やかなんですが、はい、だいぶ賑やかです。紹介してもらってもいいでしょうか。はい、本日のゲストは、滋賀のクライムグローとロケット・オブ・ザ・ブルドックスです。ツーバンド。はい、来ました。じゃあ、それぞれ自己紹介をお願いします。一人ずつ。クライムグローのドラムの谷口もともです。うん。ロケット・オブ・ザ・ブルドックスの上島大輔です。はい。そして、クライムグローの杉野大成です。うん。ロケット・オブ・ザ・ブルドックスのドラムの上島大輔です。はい。ロケット・オブ・ザ・ブルドックスのギターの上島大輔です。はい。いや、何あの、さっき聞いた名前が出てきたけど。どうせドメアンで。どうせドメアンで。そういうバンドなんです。僕らどうせドメアンで。岡本図みたいに、浜岡本みたいな感じで、上島大輔で。それはマジで言ってるんですよ。これ嘘です。大丈夫です。これ嘘です。全部嘘です。ちゃんとして。もう一回言われてた。嘘言いがちなんでね。まあ、もう名前いいですか。ええの？あって、あってないようなもんなんで。とりあえず、じゃあ、クライムグローとロケット・オブ・ザ・ブルドックスのこの2バンドが。お願いします。来てくれたということですね。はい。はい。この2バンドは普段から仲いいんですか？いや久々になりました。ほんまに仲いい仲いい何やねん、どっちやねん。2、3個と喋ったか喋らんかぐらい仲いい。どっちやねん結構仲いいんですね。ええことないやろ。いや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 、仲いい。ツーマンする言うて仲悪かった全然仲いい。そらそうや。それもまた一興言うことね。ツーマンすることになったっていうことですね。はい、この2バンドでライブをする。はい、これツーマンこの2つのバンドでやろうやって言ったきっかけはどういうところからなんですか？いや結構前から言ってたんです。1年ぐらい前から言ってて、うん、それがやっと叶ったというか、うん、差がついて差がついつの間に一緒や思ってたんですよ。こう僕らとクライムグローがね、ああほんならいつの間にかクライムグローバー上行っててね、ああほんなら僕らもうどうないしようか言うて地べた入ってしまう。地べた入ってしまった。そんな頑張ってな。論文ビーズすすってほんでロケット・オブ・ザ・ブルドックスがまあええ感じできて並んできたかなっていうところで、いやいやいや、ほんなもう言い出したらきりないですよ僕らもうほんま公民館みたいなところライブしてるんですよ今ロケット・オブ・ザ・ブルドックスとクライムグローはどれぐらい差ついてんの？あーまあ割とキリギリスっすよ。キリギリス。分かりづらい。アリとキリギリス。分かりづらい。アリとキリギリス。どういうやつ？分かりづらい。一緒くらいやないか。一緒。どっちも虫やないか。いやまあそういう感じなんですね。まあまあだからこんだけ仲えバンド2組でライブをやると。うん。はい。なんやねん。マイク向けられてはいしか言われない。いやもうほんまにね、賑やかな感じになってますけれども、この2つのバンドってね、このライブやるっていうのが1年半前からって言ってたっけね。長い前からもう計画してたということなんですけど、そもそも出会いってもっと前なんですか？出会いはそれこそ2年前、2年前、B フラットで、うん、僕らが初めて対バン、じゃ僕らが初めてライブ、B フラでライブした時に、その前からちょっとなんかクライムグローっていう名前僕らは知ってて、うん、かっこいいっていうのは、うん、それでなんかクライムグローが見に来てくれるみたいな感じで、うん、そこで僕らのライブ見てくれて、そこから仲良くなって、へでこのドラムのモックンは僕らと地元が一緒で、しがらきっていうところで、めっちゃええとこなんですよ、我々ね。たぬきの街でね、峠がバーいっぱいあって、これ上島大輔もいてね。もうしがらきの話は多いとこ。ええとこで。まあそういう地元一緒やみたいなところでも繋がって。クライムグローは初めてロケット・オブ・ザ・ブルードックス見た時はどんな感じだったんですか？印象。なんか、怖いなーって思った。お前のが100倍怖かった。お前のが100倍怖かった、お前。怖いお兄さん。お前のしか思ってなかった。何やねん。ビフラのエレベーター開いた瞬間、もうヤバいやつおったんだよ。ヤバいやつがこいつやった。いや、こいつやった。僕ら田舎から出てきて、もうガクガク震えて髪の毛に色がついてんのが僕らも怖かったんでね、その当時。今でも黒髪やんか。当時はもう真っ青な。真っ青な顔面蒼白のね。真っ青。顔色の時だけや、それ言い方。ほんまに、そんな色やった。パーティーボーイ、パーティーボーイやった。
全部嘘言うてるやん本人は。まあまあこんだけ仲いい2組が、ライブをやるっていうことですね。じゃあこの2組の、曲を聴いてみたいんですけれども、1曲目はどっちのバンドの曲でしょうか。アクライムグローで、うん、叫んだ歌で。17歳になっていましたか、すぐそこの未来なんだし、なった方がいいんじゃないの。なったらなったで今日も今日はできてんのかな、思い描いている18歳なんて今は大事、君のために歌うから、俺はそのまま二人で生きるとな、インフォメーション。今週は2組のバンド、クライムグロー、そしてロケットオブザブルドックス、この、バンドに来てもらってますけれども、最初はクライムグローの曲を聴いていただいてます。さあ前半聞いてもらって、ツイッターからタマさんわちゃわちゃしてますなっていう反応も入ってますけれども、もうね、なんや分からへんカズさん、ちょっとこの2組のバンド紹介してもらってもいいですか。それぞれどんなバンドなんか。はい、クライムグローは、4ピースの、まあ、ロックバンドで、まあ、特徴としてはギターボーカルの大勢の、まあ、ちょっとハスキーな声が、まあ、ガレージ感を出しつつも、バンドサウンドは、まあ、そういうジャンルにとらわれない、まあ、新しいものをいろいろ取り入れていく、そういうスタイルが特徴やと思ってます。はい、で、ロケット・オブ・ザ・ブルドックスっていうのは、前まで結構、メタルコアとか、そういうジャンルの音楽をやってたんですけど、最近ちょっといろいろ変化があって、つい、この間の土曜日に久々に見たんですけど、はい、まぁ、ちょっと、叙情的と言いますか、そういう、なんか、ハードコアサウンドに変わってきている、まあちょっと今なお進化を続けているバンドで、まあ2バンドとも高校卒業したばっかりなんですけど、はっきり言ってモンスターバンド2組です。うん、さっきは、ね、500円でこんだけ言うてくれたほら、持ってない。もうカジさんはいつもどの番組が来てもちゃんと褒めてくれはる僕らの時500円取られましたけどね取られてへんから、500円で人聞き悪い。いやでも、まあ、若くて才能のある、まあ、2組っていうことですよね。はい、でも、まあ、それぞれやってる音楽は全然違って、そうですね、うん、ジャンルは全然違うんですけど、まあ、めっちゃ仲いいですね、うん、カジさんはじゃあこの2組が揃った時の
感じっていうのはどんな風になりそうやと思いますか。そうですね、まあ、過去何回かそのこの2組と、まあ、他のバンドもいてっていう環境で、うん、あのライブ見たことあるんですけど、はい、あの2組ともやっぱりベクトルは違うんですけど盛り上げ方は半端ないんで、うん、その2組の、まあ、ツーマンってことは持ち時間も長いんで、はいはいはい、ちょっとねあのお客さん持つかなって思うぐらい、もうクタクタになって帰るんちゃうかぐらいの、はい、ゲー吐くんちゃいますゲーこらいやまあでもそれぐらいの感じでやるぞっていうことですよね、バンドとしてはまあでもそれぞれのね音が違うんで例えばクライムグローをずっと聞いてたけどっていう人がロケットオブザブルドックス聞いて、まあ、全然音ちゃうけどこういうのもかっこええやんって思ったりその逆もあったりとかっていうこともありそうですよね。それはもうめちゃくちゃあると思います、うん、じゃあもう一つのバンドロケットオブザブルドックスの曲を、もう一曲紹介したいと思います。じゃあ紹介してください、ロケッ、うん、はい、どうした大丈夫ロケットオブザブルドックスで岸方行く末音が引き出し見つめる前あなたを映し出すだけそこを反射するトラックの色遮るけど出かける怒りだんだんと下がって全部そこ他にこうやって2つのバンドを続けて聞いたら全然色が違いますよね。はいね、いやでもこれ間違いなく両方とももうライブがすごいアーティスト、はい、うん、両方ともライブバンドです。両方とも見た時にはもうえらいことになるんちゃうかという、はい、話もありましたが、じゃあその、ツーマンのライブの詳細を教えてください。2015年3月30日浜大津 B フラットで、クライムグローとロケットオブザブルドッグ、うん、オープン5時スタート6時でチケット1500円でやってますのでぜひお越しください。チケット1000円なんや。はい、リーズナブルで。いやこれめちゃめちゃ得じゃないですか。昼飯抜いたら来れるんでね。まあまあええもん食うてんな昼。いやそうやな、生瀬田島より多分何食うてるんだ。まあ食うてるか。まあまあでもねほんまに1000円でそんだけね楽しめるんやったらこれもう間違いないですよね。カジさんね、はい、うん、まあちょっとなんか下手したらこうキャパオーバーしてしまうんじゃないかっていう怖さもあるんで、うんうんうん、予約とかは早めに、うん、スタバンドに言ってください。わ、はい、かりました。プレッシャーに弱いな。プレッシャーに弱い。じゃあもうそれぞれこのライブに向けて、まあ、バンド代表者1名なんか意気込みをやったるでっていうの、うん、なんでこういう時だけ譲り合うねん。あんだけ毎回目の接触話せへんかった。はい、いや多分すごいライブになると思うんで、うん、いやマイク近ないちょっと大丈夫クライムグローそれで。まあすごいライブになると思うんで、うん、出てきた方が人生の何かにはなると思います。いいこと言うたかっこいいな。たくま言ったれ、ロケットしゃべり上、ロケットしゃべり上ですか、はい、一言で決めた人、うん、ああ行くぞおい。なんやねんそれ。放送事故やん。これが一番放送事故やん。なんやねんめちゃくちゃやんけ。喋り上手やん今。喋り上手びっくりしたわ俺。いやまあでも音はもう間違いなくかっこよくて、ほんでまあそれぞれのバンドがこんだけ仲良くて
ほんで、まあ、多分 MC は、まあ、こんな感じになるのかなっていうこのギャップもね、まあ、楽しめるんじゃないかなと思いますので、あの本当にチケットがね、やばいかもしれないということなので、ぜひ早めにチケットをゲットして、そして、ライブ会場に足を運んでいただきたいと思います、ということで B フラットインフォメーション、今週は B フラットのカジさんと、そしてロケットオブザブルドッグス、そしてクライムグローの、2バンドに来てもらいました。それではこの曲を聴きながらのお別れとなります。オフタバンドと、そして、カジさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。